合格おめでとうございます。はい、ありがとうございます。まず簡単に自己紹介していただけるでしょうか。はい、トラック歴13年の、高山と申します。ドライバーという立場で、今回この資格に挑戦しました。ドライバーの仕事をされているということですか。はい、それがなぜ社会保険労務士だったんでしょうか。そうですよね。おそらく一番結びつかない業界といいますか、まあ、昨今こうマスコミとかでも取り上げられてますけども、はい、この業界ってとても、例えば長時間労働の問題があるとか、はい、あとは過労死、はい、あとは労災、こういうのは非常に多い業界なんですね。はい、その問題に対して、はい、まあ、例えば経営者の側からでも労働者の側からでもこう問題提起しようというなんていうんですかね、働きかけみたいなのはちょっと少ない気がするんです。特に、まあ、労働者の側からっていうのは、まあ、例えば賃金を上げてほしいだとか労働時間を短くしてほしいという要望だけは出せるんですけど、具体的な提案というか建設的な議論に持っていかないとどうしてもこの問題って解決しないんじゃないかなと思いまして、はい、で逆転の発想でだったらトラックドライバーがチャラ男子になったらどうだろうと考えたのがそもそものきっかけです。ああそうですか。はい、で仕事柄やはり通学っていうのは難しかったんですかね。そうですね、私どもの仕事というのはまあ、基本的にまあ電車で通うという仕事ではなくて、はい、どうしても会社まで車で行って、車で自宅に帰ってくるという方がまあほぼです、はい、それとあとはまあ始業時間も終業時間もその日によってまちまちでして、はい、どうしてもこう不可抗力によって影響を受けやすいんですね、はい、例えば交通渋滞であるとか、あと天候であるとか、はい、あとまあ荷主さんの都合であるとか、なのでまあ通学でまあ何時から何時というふうにきっかりやられてしまうとどうしてもちょっとついていけなくなるという形ですね。はい、じゃあまあ通信で勉強するっていう前提がある意味もあったわけですけれども、そうですね、はい、まあ、その中でフォーサイトを選ばれた理由というのは、はい、テキストですね。テキスト、はい、最初に受けようと思って、まあ、要は街中の市販の本ですね、はい、本屋さんに行って市販のテキストをこう開いた時にこれはできないと、まあ、要は分量であるとか、まあ、厚みとあとはその文字の詰まり方を見てちょっとこれは抵抗があるなと、はい、で、まあ、フォーサイトさんのそのサンプルといいますか、まあ、サイトに出てた、テキストのサンプルですよ、ね、を見た時に、まあ、カラーがフルカラーで綺麗なのと、はい、あとは行間が思いのほか空いてる、はい、でそうするとやっぱりどうしてもこう捉えやすいといいますか、はい、目に入ってきやすいんですよ、ね、はい、これならいけるんじゃないかと、はい、あともう一点は、講義動画をダウンロードできるっていう点です、はい、まあ、私どもの商売っていうのはどうしてもこう仕事から日本全国いろんなところ動き回らなきゃならないと思って、はい、そうですね、他の講座だとウェブ講義とかっていうのは結構あるんですけど、はい、そうすると必ずこうネット環境がないとできないっていうことになります、ね、はい、とどうしてもこう移動しながらだと、まあ、必ずしもこう通信状態のいいところに入れるとは限らないので、はい、もしダウンロードできるんであればダウンロードを一度こうタブレットとかに落としてしまえば、はい、まあ、どこに行っても受けられる。そうですね、はいはい、これが一番大きかったんですかね。あ、はい、勉強していく環境の中でしやすいものとして、そうですね、まあ、選んでいただいたという、はい、本当に同じような仕事をしている人間には本当に勧めたいです、はい、まあ、バスタクシーはちょっと厳しいですけど、あとまあ宅配みたいな人も厳しいですけど、まあ、長距離のドライバーなんていうのは本当にいっぱい勉強できると思うんですよね。逆にだからデメリットをメリットに変えるっていう意味でこの教材本当に進めたいんです。はい、今のお話ですとサンプルとかはとりあえず取り寄せられたんですか。サンプルは取り寄せはしないで、まあ、要は、サイトに載ってるものを見て、まあ、雰囲気出てくるんですかね。はい、で実際申し込んだ後届いた教材、はい、嘘はなかったですか。嘘はなかったですね、はい、かこれは良かった、はい、まあ、無事合格できました、はい、まあ、最初にお話ししましたように、はい、まあ、これからその仕事との関係で勉強してきた知識を生かしていくってことでしょうかね。そうですね、できればその方向でいきたいかなと、まあ、実際、うん、会社とかに、まあ、社労士の先生とかっていうのは、まあ、どこの企業でも必ず、まあ、顧問みたいな形でいらっしゃるとは思うんですけど、はい、まあ、当たり前じゃ当たり前なんですけど、トラックドライバーで社労士になった人も社労士でトラックドライバーの人もおそらくいらっしゃらないんじゃないかと思うんですね。私は知りませんですよ、おそらくほとんどいらっしゃらないはずなので、まあ、そこが私の逆に強みなんですよ、はい、トラックドライバーをやっててそういう資格を持ってるっていう強みなんで、まあ、できるだけこう提案、前向きな建設的な提案をどんどんしていきたいなというふうには思ってます、はい。
しっかり活かしていってください、はい、では最後になりますけれども、はい、これから社会保険労務試験の合格を目指されている方に、はい、一言メッセージをいただけるでしょうか。はい、私のような時間がない人間ですとか、もしくは運送業界に携わっている方にこのサイト、すごく、おすすめです、時間の使い方を自分でよく考えながら、周りに影響されずにやっていくことができると思いますので、ぜひチャレンジしていただきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。